ありがとうございました。すみません。お疲れ様です。ここで失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。一瞬どうでした？今日やってみて。いや、めちゃめちゃ僕が勉強になりました。逆にマジで勉強になりましたし、刺激的な時間でした。素晴らしいですね。本当に多分これ見たらえぐくないですか。ここ1年で一番学びの時間になりました。一体なぜ辻啓太はこんなにも興奮しているのか。その訳は遡ること5時間前。今日は、はい、どんな集まりですか。今のこの企業サロンメンバーとかオンラインサロンメンバーというのは、僕を僕にしてくれたメンバーだと思ってるんですよ。本当に僕を僕にしてくれた仲間に次は、みんながなりたい、自分があると思うんで、出資してほしいメンバーと出資してくださる、メンバーがそこでうまくマッチングできればいいかなと思って、ネクスト辻啓太を、作りたいですし、ネクスト辻啓太を作りたい、それを、このキヨサロンのメンバーで応援したいなと思って今回のプロジェクトにすることを決めました。そう、この日行われたのは起業を目指す起業サロンのメンバーが辻啓太を含む5人の経営者から出資や事業提携などの支援をしてもらうべく自分のやりたいことをプレゼンする、辻啓太起業サロン的マネーの虎企画。そして今回これに協力してくれた企業サロン所属の虎たちがすごい。まずはエースファクトリー代表取締役社長綾田武氏。関西を中心にキャバクラチェーンを展開し、その勢いは今や日本トップクラス。インスタグラマータレントとしても活躍するモンリョウや進撃のノアといった有名キャバ嬢を次々と生み出した唯一無二のカリスマ経営者。モンリョウがオーナーを務めるヘアケアコスメブランドモンローグレイスの社長も務めている。彼は今回の企画に関しこう語る。僕、企業サロンメンバーに興味があって企業サロンに入ったんですけども、その企業サロンメンバーが出資を募るっていうことで、仲間である以上失敗してもその失敗がその仲間にとっていつかの成功になるんじゃないかなって思うときは、出資っていうことも考えてあげることが必要なことかなとか思って、ちょっと違う形の捉え方してます。好きって思える仲間ですかね。この子いいなって、失敗してもいいなって、この子が失敗してくれてもこの子の失敗が僕にとって糧になったり、僕にとってまた一つのワクワクであったりドキドキであったり、そういうのにつながるような仲間と出会うことがあったら、そんな仲間と出会えることを願って、今日は啓太君と一緒にお時間一緒に共有したいなと思ってます。僕も若い時にいろんな諸先輩方に手を差し伸べてもらっての今があるんで、次は僕がこの年になって企業サロンメンバーに対してそういう気持ちを持って共有していきたいなと思ってます。続いての虎は銀座ロッソ代表権野優子。銀座のど真ん中でエステサロンを経営しながら自社のオリジナル化粧品ブランドルビーを開発。最先端ともいえる植物幹細胞や特許取得成分の入った化粧品は日本中で大ヒット。今では2000以上の販売店を持つ。そんな彼女が投資したい人材とは、まあ、こうだったらいいなとか、こうなりたいなっていう夢を逆算できてる人ですね。これをやりたいから今何をしているのか、今何の準備をしているのかっていう、それが話せる方。一方でじゃあこういう人には投資したくないな。やっぱりあんまり怖がってない人、怖がって事業をやることに怖がってない人、怖がってる人はやっぱり準備をするので、やっぱり段取りがちゃんとできてる人、A 案がダメだったら B 案とか C 案とか、やっぱりね、臆病だからこそ考えると思うんですよね。続いての虎は ING グループ社長山本明子。美容室やネイルサロン松江区にホワイトニングまで、数々のサロンをグループ展開。さらに女性への出資も積極的に行っており、その総額は1億円以上になるという。そんな彼女が候補者に求める条件とは。
ポイントはハードワークできる子ですね。やっぱり最初の0から1の立ち上げってめちゃくちゃエネルギーも時間も必要なんですよ。だからかつて私がやっぱりそれで1日15時間とかで最初の0、1を作り上げて今があるんですけど、そこのやっぱり最初の数年間そこに時間の投資できる子、あとは直感、授業内容ももちろん大事ですけど、やっぱり気持ちですよね。それどれだけ自分の人生、自分の時間をそこに集中して費やせるかって、その気持ちが一番大事ですね。続いての虎は株式会社アイダロ代表取締役浜田陽介。テレビ CM の制作やウェブコンサルなど様々なジャンルの映像を手掛け、その幅広い知識から見出される独自の切り口で新規事業を見極める敏腕経営者。やっぱ出資したい人はもうね、僕はやっぱ最後気持ちだと思うんで、だから多少荒削りでもいいんで、本当にそれに命をかけてるか覚悟があるかぐらいの熱い気持ちで言っていただいたら、出資してもいいかなと思います。なんか本当にこれ失敗したら死ぬぐらいの、命をかけて、それで本当にいい出会い、いいご縁で、そこからね、本当にコラボレーションというか一緒に何か新しいことができたらなと思って、はい。そして今回の発起人、アースホールディングス代表取締役辻啓太。飲食店や美容室など全国におよそ80店舗展開し、代表を務める企業サロンは現在キングコング西野さんに次ぐ日本第2位。これまで多くの出資を行ってきた辻啓太が求める人材は、やっぱりでも一番はこの熱い思いですよね。その頑張りますとか努力しますっていう人って腐るほどいるし、ね、頑張ります努力しますって当たり前のことじゃないですか。だから本当にやり抜いてくれる人材、もう何があってもこの子は最後までやり抜くだろうなっていう人材の姿が見えれば出資したいなと思ってます。覚悟を持ってるのが、僕らに伝われば僕は少なくとも出すと思うんで、はい、覚悟を楽しみにして、今日来ました。この超一流5人のカリスマ経営者たちの心を企業サロンメンバーは動かすことができるのか。絵に描いた文字であって全てにおいて明確じゃなくて、集客ってどのように考えられますか。一人でも最初やる気ありますか。なんかちょっとボランティア感覚みたいなイメージを受けました。しかしそこには辻啓太の企業サロンならではまさかの展開が待っていた。お金出します。あなたがこれからどうなっていくか携われるなら安いなって。次回配信で人生が変わるプレゼンが始まる。